まずは昨日のオープニングマッチ、田村陽介選手から1ラウンド KO 勝利、深志選手の登場です。どうぞご着席ください。まずは深志選手本人から昨日の試合を振り返っていただきます。昨日の試合はぶっちゃけKO で勝って当たり前っていう試合だと思うんで、KO で勝ったんですけど、嬉しいとかはなくて、とりあえずほっとしたっていう感じです。で、1ラウンドで終わっちゃったんですけど、いろいろ試したかったんですけど、あの中でも、またこれからやっていく課題とかもいろいろつかめたんで、またそういうのをしっかり次の試合に向けて、やっていこうと思います。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方、挙手の上媒体名とお名前を申し上げていただいた後ご質問ください。e ファイトの堀内と申します。前回の敗戦から、今回の試合に向けて練習で取り組んできたことが、なんかどういった形でご試合に出たのかというところをまずお聞きしたいです。前の試合が熱くなって、練習でやってきたこととか作戦とかも全部忘れて、思いっきり殴り合いみたいに言っちゃったんで、今回の試合は、その作戦とかそういうのを最低限冷静に試合でできるようにっていう感じで、やってきましたね。で、今回の試合も、冷静に、頭は冷静に戦えるようにっていうのを意識してました。具体的にそのどういった作戦だったんですか、最初から。このいつの試合の作戦ですか。今回の試合の作戦と、それに対して自分がどう動けたかっていうのも聞きたいです。昨日の試合ですか。はい、そうです。昨日の試合の 作戦っていうか、戦い方って感じなんですけど、厚くこう力んで倒しに行かないで、全部を使って、パンチだけじゃなくて蹴りとか全部を使って、コツコツっていう感じで倒しに行こうっていう、テーマだったんですけど、最初のハイキックのダウン取るまでは、いい力感で戦えてたかなって感じだったんですけど、その最初のダウン取った後にやっぱり倒したいっていう気持ちが出てきちゃって、あのあと力んじゃって良くなかったなっていう感じでした。今回の試合でダメージもないのかなというふうに思いますが、なんか年内なんかどれぐらいのスパンでまた試合をしていきたいのかというところと、今後の目標があれば教えてください。気持ちとしては9月の横浜も12月の大阪も両方出たいぐらいの気持ちです。目標は変わらず、K-1 のベルトを取ることです。他にご質問のある方よろしいでしょうか。それでは深井選手、最後にファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。K-1 のベルトを取るためにまだまだ頑張るので、応援よろしくお願いします。深井選手、以上となります。ありがとうございました。